のまチューブ。はい、どうもー。さあ、今回の T3 はさあスーパーシーズンやってみようということで、報酬これじゃあ早速プレミアム開放させてもらいます。プレミアムパス、こっちね160の安い方で十分、うん、でこれを購入しました。じゃあこれもゲットしました。いちごミルク、へえ、なるほど。 OK、 じゃあ早速だけど順位決定戦いこう。これをねもうメインでやっていく形よね。さあ1試合目どうかな。初っ端の試合、あ、いきなり始まった。むむむむ、ボット、これボットっぽくない？味方人いるけどね。ん、どうなの、どうなんだ。じゃジャバリでいくか。むむむむむむ、初心者さんが入り乱れてるって感じ。まだ始まったばっかだから、ある程度期間経てばあのね強い人が上に上がっててっていう感じで住み分けできる感じにはなってきてんだけど、あー違うね、人だね、ボットじゃないよ。あ、もう入り乱れてんだなきっと。はい、よろしくね、よろしく。スーパーシーズン始まりました。行こう。ちょどっちから行くの？みんなどっちか、そっちから行く。じゃあ取っちゃおうか。あと10秒。ん？どこにいんだみんな。来て。はい、撃ってください。みんな撃ってください。よし。取ろう。はい。よし。あ、こっちの方が強いかもしれない。こっちの方が強いな。よし。いよいよ。ラインがちょっと邪魔。よし。あんま攻めていかない方がいいぞ。1対5とかになっちゃうよ。攻めてる人。守りに徹した方がいい。裏から来てるから。みんな裏から来てるから。気づかねえから。ちょっと、みんなどこ、これダメよね、ああいう攻め方ね。これね、気をつけてもらうのが初心者さん、攻めちゃダメだよ、それぞれ。ちょっと待って、これちょっと来て。いや攻めちゃダメなんだよ、ラビンから。ボットかな、どうなんだろう。なんかみんなエリア取ったらわーって攻めちゃうんだよね。それやんない方が、あのね、分体力差がある試合だったらわーって攻めてもいいんだけど、分体力差がまだよくわからない状態の時はさ、攻めたら1対5とかになって負けちゃう可能性あるよ。だってそう、これでもうちょっと固まろう。ラリア固まろう。もうダメ、攻めたら絶対裏来るから、ちょっと攻めちゃダメだってこっちいて本当に攻めちゃうな。あのスカジちゃん、あれスカジちゃんでしょ、一体どう、なんか変な動きしてるし、みんなちょっと攻めねえ、結局やられちゃうじゃん攻めたって。これね、あの初心者さん覚えておいた方がいいよ。なるべく固まってガシガシ行動するんじゃなくて、ロッキーあれちょっとでもあれかな、力の差があるな、これレベルの差があるんじゃないのかな、どうなんだろう。てか行ってさ、攻めて死んでたら意味ないじゃん、やられてたら。ちょっと大丈夫かな、
初心者さんはこういうね、気をつけよう戦い方。なんかむちゃくちゃだな、なんか。あ、でもレベル低そう。レベル低いかもしれないね。うん。あれでシーズン始まったばかりだとこういう試合になる確率高いよ。ブロンズだもんね、しょっぱなね、みんなね。ありがとうございます、よかったね。でもエリア取ってから負けるパターンとして、制圧してからみんなね攻め出しちゃうっていうね、それね結構負けるパターンあるよ。ほんで攻めたら1対5とか2対5で囲まれちゃってやられてエリア取られちゃうっていうね。うん、気をつけるようにね。うん、おじゃ、ね、1試合だけの動画ですけど、あ、ちょっと待って、イベント、なんか、そっか。あ、これか。はい。パーティースター。これゲットしたの。あ、これね、おし、パーティースターゲットしました。これをやっていけばいいのかな。うん、そんな気がするね。で、これも、はい、やっていけばポップコーンもらえる。うん。OK。映画館に行けばよ、これでポップコーン持って。ほんで、あ、これもやっていけばいいってやつでね。あ、いいね、いいね。どんどん進むね。おしおしおし。ほんで、この、こっちはシーズンがまた終わったら、スーパーシーズン1が終わったら、これがね、どこまで行ったかでまたゲットできるっていうことだから。うん、おい、おー、ちょっと待って、虹色すげえな、名前が。あ、今回こんな色なのね、派手ね、ずいぶんね。うん、今回なんかピクセルのあれ、あんな感じでね、あのダンスだね、ダンスでレッツゴーっていう感じのシーズンなんだね、にぎやかシーズンね。うん、それではご視聴ありがとうねー。のまチューブ。